ちは、タルグサです。今日はリップフラワーでチューリップですね。春になると作りたくなるお花ですけれども、作っていきましょう。28番、ちょっとね太いねワイヤーを使うのがポイントで、あとこれはねぷかぷか卵というね、おもちゃらしいです。アマゾンで買うとね、安いんですが大量に来るので、ゲームセンターなんかでねあったら、取っておくといいかなと。あとね、うちのワイヤーはちょっと短いので4センチゲージに3回巻きつけたいんですが、途中1回ね、ワイヤーを継ぎ足ししまして、こんな感じでね、折り曲げて、つけていきます。はい、この真ん中のワイヤーはねカットしてしまうので、取れないようにだけねしておいて、余分なワイヤーはカットして、でそれから一旦抜いて間ですね、3回にしておいてください。今回ねじり巻きなんですが、3回巻いておかないとちょっと後々通らなくなってしまうので、で長さは適当にね、ディップする分ぐらいで、カットして、真ん中のね、ところ使うのでしっかり丸くなるようにね広げておいてください。こんな感じですかね。あまりやりすぎるとね継ぎ足した部分が取れてしまうので気をつけつつ、で少しね、引っ張って頂点をね見つけます。であとぷかぷか卵さん、これは卵型でしたらね、小さめで、卵型のものだったら代用がね効くかなと思います。で丸やっとこでこんな感じに上の部分ね、ハート型というかちょっとくぼみを作って、2つお山をね、作るような感じで、このチューリップの形にね花びら整えていきます。はい、こんな感じですね。でこっからは、ちょっとね、花びら同士を少しかぶせるというか、重なり部分がねあるとよりそれっぽいかなと。で下の方はちょっとねクロスさせて、不自然でない程度に、整えておきます。でこっからは28番、いつものね、よく使うワイヤーです。なぜね28番でやらないかというと、ちょっとね、いっぺんにディップするので形がね崩れやすいのでね、外側のフレームは26番でやってます。で下のねワイヤーに巻きつけて、一番近い花びらからですねダブルブリッジをかけていきます。はい、こんな感じで少しね下の方は広げ気味で、でブリッジをかけたら同じところでくるっと巻いて、で次はですねこの、輪っかの側面どこかね、お隣さんのね花びらに行きたいので、くるっと一周巻き止めて、よどみがないようにね引っ張って押さえつけてから、お隣のね花びらに、ブリッジを同じようにかけていきます。でここまでやると多分長さ的に、次がねいけないと思うので、ここは、またね、真ん中の輪っかの縁沿いなどでもいいので、ちょっと一周くるっと2周ですねくるっと巻いてあげて、巻き止めて外れないようにだけね、して一旦カットします。でもう一本ね28番出していただいて、これはもう次かけるね、花びらのところの根元のところでいいので、一周くるっと巻いてからブリッジかけていきます。ここでね、28番のワイヤーが2本必要だっていう感じで、覚えておいていただければいいんですが、でまたね、ダブルブリッジかけたら最初のね、この今、使ったワイヤーにそのままねじって巻いて止めてカットします。でカットしたものは横向きだったりとか、危なくないようにだけねちょっと押さえつけて出っ張らないように、真ん中のね輪っかだけはしっかり使えるように、こう広げてね、空いてるようにしておいてください。で26番で今度は内側の花びらを作っていきます。内側は、連続巻きといってこんな感じなんですが、うちのワイヤーが短いので、もう1本出してこんな感じですね。これをいっぺんに、上のね長さに余裕がある方のワイヤーをゲージの溝に通して、2本ずつのワイヤーを持って、平やっとこなどあるとねいいですね。ちょっとね硬いワイヤーなので、キュッキュッと、巻き止めまして、あとは2本分だけですねワイヤー残して、あとはカットしてしまいます。でまた先ほどと同じようにてっぺんをハート型にお山2つに、
曲げておいてから広げます。でこれ真ん中の一つを90度ねじるぐらいな感じで、ちょっとここがねモコモコするんで、気をつけつつ広げていただいて、こんな感じですね。で三つ葉の形になってると思うので、これにまた、プカプカ卵さんを、間に挟みまして形を整えていきます。まあもうすぐねイースターとかで100円ショップでもいろいろ卵型のものね出てくるかなと思うので、そういったものもね使っていただければと思います。ちょっとここワイヤーがねじれているので、自然な形に、重なっているように、特にこちらのね内側になる方は重なり大きめでいいです。で先ほど使ったワイヤー1本ね半分ぐらいは残ってるかなと思うので、1本をまず半分に折り曲げたものと、先ほど使って余ったものを、いっぺんにこちらのね、根元にぐるぐると巻き留めます。これで、3箇所分のね花びらにブリッジをこちらもかけていきます。今回ねこれがちょっと手間なんですけれども、今までのやり方よりもね、花びらの形崩れにくいかなと思うので、ちょっとやってみました。で3箇所それぞれワイヤーを分けまして、配り終わったら1個ずつね、先ほどと同じようにてっぺんのところでダブルブリッジをかけて、まだ根元のところにくるくると巻き留めていくだけですので、あと2箇所もね同じようにしていただければなと。で全部巻き終わったらちょっと形整えて、余分なワイヤーね、28番の余分なワイヤーはカットしてしまいます。でこれで一旦、外して形自然な形になってるかどうかね確認して、もう少し気持ちね、小さく一回り小さくちょっとね寄せてで外側のは少し広げてあげて、すっぽりねリップした後に入るように、ここがスムーズに入るかどうかだけ確認して、このセットをね崩さないように、リップをしていきましょう。あとは28番グリーンワイヤーをですね、3本ずつ取ります。で3本ずつ持っていただいたら真ん中部分ですね、で90度にクロスさせて4回ぐらいですかねねじって止めて、そこで折り曲げます。あんまりねねじる回数少ないと取れてしまうので、しっかりねじって平やっとこで押さえつけると。でチューリップの葉っぱを作っていくんですが、まあなんとなくイメージですけど、外側のね1本だけは左右それぞれねちょっとフリルを入れてあげてもいいのかなと、手でね簡単にちゃちゃっとやっていきますが、であとこっからがね、ちょっと難しいんですよね。チューリップの花びら少し真ん中くぼん葉っぱですね、真ん中くぼませて、細長くという感じでこう形をね、でも全部ね指で作っていくしかないんですけれども、これがね型があればよかったんですけど、花の方はねああいう卵型でうまく作っていただければなと。まあサイズもね、長いワイヤーあればもう少しね大きくしていただいて、今回ちょっと気持ちね小さめのチューリップなので、まあ、本物よりは一回り小さいかなと思います。なので葉っぱもね少し気持ち小さめに今回は作っています。で、こんな感じでね、それぞれワイヤーとワイヤーの間隔見つつ、一旦ここでねフラワーテープで留めます。この後もねテープで留めてあるだけなんで、多少の動かしはできます。であと長さ揃えてねカットしておくといいかなと思います。でこれでワイヤーの位置をちょっと最終調整ですね、リップする前に決めていきます。今回バイオレットをクリアにねほんのちょっとだけ混ぜたやつですね、クリアがほぼで、バイオレットがちょっとなんですが、で大事なことはね量がたくさんある、リップ液でやっていただいた方がねやりやすいと思います。でこんな感じでねちゃんと使って、あとは、ちょっとねくるくる回してください。ワイヤーのね縁にちゃんとつくように少しね気持ちくるくるとこの段階で回してあげると、でメラミンスポンジにね立てていただければいいかなと、まるでガラスのね、風鈴を作っているかのようにちょっと気持ち、まあそれよりはゆっくりでいいんでね、ちょっとねこう下にワイヤーのところ縁に、リップ液ちゃんとねつくようにだけしていただいて、あとはね葉っぱはライトグリーンでリップしてます。花の色はもう一つねスカイブルーとかあといろんな色でねリップしてみました。なのでね色は特に決まりはなく、お好みの色でねリップしていただければと思います。葉っぱもねまあ普通のリーフグリーンとかでもいいかなと思うので、で
これはちょっとね長いので大きめのねリップ液の容器に入れておいた方がリップがしやすいですね。で一応根元に垂らして、そしたらちょっとね余分なリップ液ついてると思うので乾燥したら一応、余分な部分は切り取りまして、目打ちで外側のねこの真ん中使うよって言ってた穴のところを目打ちで穴を開け、先に、一体化させます。こんな感じですね、スポッと入ります。でねじって、軽くねじってね止めておいて、でここでストレンスナーをねつけてしまいます。で、まあ、いっぺんにね強化して、あと葉っぱの方もねちょっと動画撮り忘れましたが、これで、強化液ですねストレンスナーつけていきます。でまた乾かします。今回はね、セリアさんで買ってディスプレイケースにね入れていこうかなと思うので、18番のワイヤーをちょっとカットして、茎として使っていきます。はい、今回は長さが決まってるのでね、ある程度最初にちょっとバランスと見つつ、でこっちの青い方がねスカイブルーで、リップしたものです。なのでね色はお好みで、今回はちょっと違う色をね、組み合わせてみようかなと、まあ、もちろん同じ色でもねいいかなと思います。まあ、ケースに入るのは2本くらいかな、3本ちょっとね入れるには大変かなと思ったんで、あと、葉っぱはね少し短めにカットして、まあ、私は下の方にねつけるんですが、真ん中にねつける場合もあるのかなと、まあこの辺はお好みでね、組み立てていただければと思います。フラワーテープはね、こんな感じでちょっと明るめのライトグリーンぐらいのね色味でやっています。はい、で、2本お花に対して葉っぱ2個くらいでね今回は作ってみました。はい、春のねチューリップ祭りです。はい、たくさんね今回は作ってみました。まあ、少しね手間ですけれども綺麗な形にできたかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。